皆さんこんにちは。なんかさ、マジで急にめちゃくちゃ寒くなったよね。なので今日はちょっとニトリに行ってきたので、ニトリ購入品と一緒にリビングを冬支度していこうと思います。いつもこの時期になると冬支度って言ってリビングを冬仕様に変える動画を撮るんですけど、ちょっと雰囲気出しつつカッコつけて撮ってるんだけど、まあカッコつけてないか。私本当に更年期で、つい最近までですね、もう暑くて暑くて、本当にお風呂上がりなんかは扇風機の風に当たらないとこう暑さが引かないっていう状態だったんですよ。でさすがにもう扇風機はしまわなきゃなーなんて思ってるんですけど、本当に急に汗がブワーって出たりするから、扇風機まあいっか、もう夏用の扇風機はしまおう。まあ、扇風機とは関係ないんだけど、昨日の夜めちゃくちゃ寒かったんですよ。なので割と着込んで寝たら、もう夜中にさ、汗すごいの。まあ、とりあえずですね、今日は、扇風機をしまう。はい。あと、こたつ布団を出す。はい。あとは、ニトリの買ってきたのをちょっと紹介する。はい。そんなタイムコードとなっております。とりあえずね、この扇風機を片付けます。ちなみにこの我が家が年がら年中使っている円卓っていうんですか、これはこたつです。お家を建てて少しした時にニトリで買ったこたつになります。なので今は売ってないんですけれども、夫がですねめちゃくちゃ気に入っていて、すごく思い入れがあるということなので、まあ、多分ね、上の丸いテーブルだけもしかしたら買えるかもしれないんですけど、しばらくはこれ使い続けるんじゃないかなと思います。したいので、このまま上にバッとかけちゃいます。よし、オッケー。ゴロ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 。とりあえずこんな感じですね。今年も冬がやってきましたね。あーちゃんのお家が完成しましたよ。で、今加湿器をね、2階から持ってきたんですけど、もう二回りぐらい大きいものを使ってたんですが、私さ、去年お水も入れるために運んでたら、落として割っちゃったんだよね。なので、寝室で使っていた小さめのこの加湿器しかなくって、まあ、とりあえずこの加湿器を使うんですけど、もしかしたらリビングの加湿器は、
買おうかなと思ってます。ちょっとこれじゃさ小さいかなって感じなので、はい、ちゃんはですね、こたつの中の住人なので、こたつを出すともうほとんど外に出てきません。ということで、ニトリの冬に活躍しそうな商品を紹介していきたいと思います。今回はですね、ニトリの N ウォームっていうね、あのあったかルームウェアみたいなものを買ってきたので、じゃん、これは、ルームウェア兼パジャマになりますね。夫の分と私の分を購入したんですけれども、まあ、夫は L サイズで私は LL サイズを買ったんですが、私の方はちょっとね見えづらいかもしれないんですけど、ライトグレーみたいな感じですね。ホワイト寄りのライトグレーですね。はい、こちらを買いました。生地もですね、すごい肌触りのいい、こう、滑らかな感じの生地で、保温性に優れていて、とても着やすいルームウェアのセットになっています。こちらを夫の分と、私用に2つ買ってきました。あったかいんだけど、こう、通気性もいいっていうね、感じのものを選んでみました。ニトリでね、ルームウェア買ったの初めてです。かなりね、人気があるみたいなんですけど、もう一つはこちら。N ウォームのキル毛布ってやつですね。ちょっと絵が描いてあるんですけど、こんな感じでガウンみたいなものになります。こんな感じで収納されているんですね。で、こう内側の裾にこんな感じでポケットがついていて、今この中に全てが収納されて一つになっていたっていう感じですね。見て、ここもさ、ちゃんと親指に穴がついていて、手の甲も隠れる感じになってます。こんな感じでフード付きなので、朝さ寒いじゃん、マジで頭から寒いからいいよね。はい、お次がこちら、こちらも N ウォーム、キル毛布のショートソックスになります。冬の女性あるあるだと思うんですけれども、あのお布団の中に入って足先が冷たい、お布団の中に入ってもしばらくこのソックスは脱がずに足ギリギリまで温めて寝ようかなと思って買ってきました。あったかスリッパ買いました。まあ同じライトグレー揃えたいなと思ってスリッパもライトグレーにしました。鍋敷きね、これめちゃめちゃ冬って感じじゃない。久しぶりにニトリのエプロン買いました。このさ赤色がちょっと冬っぽいっていうか、クリスマスっぽいっていうか、可愛いなと思って。ゴロゴロ野菜、うん、うまい、温まるよね、温まる、あの、あっか、火取ってる、うん、ホクホク、ホクホク、うん、いいね、野菜いっぱい取れるね、うん、うまい。